こんにちは、マジックのアトマでーす。イエスイエーイ。ということでね、今日の企画は、皆さんが待ち望んでた企画、マジシャンの学力を測ろう、マジシャン漢字テスト。この漢検4級の問題を出します、はい、レベルとしては、まあ、小学生から中学生の漢字レベル、はい、まあまあ、日常で使うような漢字を、5問出して5問ですね、1問10点とし して、まあ、50点満点で、誰が一番学力が高いかということ、一番点数が低かった人は罰ゲームが待っておりますので、乞うご期待です、それでは行ってみましょう。はい、はい、じゃあ矢橋くん、漢検5級の問題にチャレンジします。イエーイ、はい、です。ちなみに自信のほどは5級だったらさ、5級ってだって小学生で取るよ、そうです、小学生ぐらいで、ね、で取るよね、答えたいよね。いきますね、はい、1問目、はい、障子を張り替える、障子、障子、これ5級、あ、これ5級だよ、5級も、え、これしか出てこない、障子、障子、障子を張り替える、障子紙、うん、おお、まあ、紙をね、うん、報道に疑問を持つ、報道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 、うん、いきますね、うん、よろしいですか、うん、3問目、色とりどりの紅葉が美しい、紅葉、はい、やったー、見たな、ちょっとな、簡単すぎたね、うん、だんだん文字が障子が出てこないぞ、いきますね、文字が右肩上がりになってってるんですけど、将来の夢を語る、将来、 OK、 こんなんもう勝ちゲーじゃん、そうですね、将来、ラスト、うん、注意深くあらゆる面から考察する、考察、おー、なるほど、いいじゃないの、当時は分からなかった。あ、本当だ。じゃあ答え合わせ。はい、じゃあ答え合わせ。はい、やっていきましょう。まず、障子の障は、ああ、うん、障子、障害の障。そう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 。これはマイナス6万点です。マイナス6万点です。嘘。行動に疑問を持つ。疑問。疑問の、いや、それ、いや、報道って言ったの、報道って言ったよ、報道って言ったの、あなたの方で言った、言いましたよ、絶対言ってない、はい、報道に疑問を持つ、報道、報道の方か、そうって言ったんだよ、言ったわけないじゃん、言った絶対言った、まあ、でも嬉しいお知らせもあるはい、これ丸なわけでしょ、将来、あ、これ丸ですね、考察、よく嗅ぎます。あ、違う。うん。考察のこうはいいんだけど、札が出編がいらないやつ。これ祭りですね。これ。出編が、これ祭りは浮かんぐりがないやつ。これ出編がいらないやつ。考察の札。おお。出編がいらなかった。で、深夜は25点です。25点。25点。50点満点中ってとこですね。そうだね。25点。はい、ということで25点でした、はい、残念です、はい、いやこれいやこれそれはね、報道だとしたら合ってたでしょ、それはおかしいと思う、ね、問題をよく読みましょうって言われたでしょよくも読むリスニングを聞き間違えたのレベルじゃないからまあ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 、まあ、いやもうまあね、25点も取れたからいいよ取れました、はい、ヤンシ君でした、はい、ヤンシでした、はい、ヤンシ君の漢字テストを見てみんなは書けたかな、どうだったかな、ね、この動画はまだまだ続きます、はい、マジックバダナの動画を見て少しでも面白いと思っていただけましたらグッドボタンと、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。マジックバダナでした。